ょっとねリクエストがありましたんで、レーシングギア僕がどんなの使ってるか、まずヘルメットは新井さんのこちら GP6S8859 っていうタイプです。でこのハンスクリップはついてこないんで一応別途買ってます。ヘルメットが確かね5万か6万ぐらいで、これもね1万円はしないぐらいだと思います。クリップははい、そんなもんで買えます。で一応多分4輪用でも 6S と多分6かなんとかっていうあります、種類が。多分ちょっと形違うのと、あとここの多分視界のここの広さとかが、2輪用ってもっと広いじゃないですか、まあ、4輪は狭いんですけど、もともといろいろ多分ちょっと形違ったりで、一応ハンスの方はこちらのハンス3っていうハンスのハンスですメーカーは、はい。これもまあ56万ぐらいかで、一応多分ここに M って書いてあるから M なのかな。で一応ツーリング向けとレーシング向けっていうのがあるのかな。ここのね角度が違います。レーシングカーはもっとこう寝てて、これは普通の一般用向けのやつになってます、角度は。はい。で一応レーシングスーツはOMP のこれも6万ぐらいだったかな、はい6万ぐらい、サイズは54ぐらいだったかな、187、体重は90から95の間ぐらいです。これよりねちっちゃいとね結構パツパツだったんで、これぐらいの緩さだったらいいんじゃないかなと思います。たまにねぶっかぶかの人いるけど、それはちょっと良くないと思うんで。で靴もね OMP さんの、これはちょっと古いかもね、2018のやつです。あとグローブも OMP さんのテクニカ、これも多分2万はしない、1万5000円とか2万ぐらいだったかな。で一応ね僕のね手でもね M です。レーシンググローブって伸縮性がかなりあるんで、もうきついぐらいがいいです。でピタッとフィットするように、結構ブカブカにね見えて運転してる人いるんで、あれあんまり良くないと思うんで、ビタビタのピタピタをおすすめします。一応お店の人もそう言ってるんで。であと靴もそうだ、2万しないぐらいかな。で一応あとフェイスマスクも一応してます。あと耐火インナーとか買おうとは思ってるんですけど、まだ持ってないです。あれもね 2,3 万ぐらいするんで、まあそのうちちょっと買おうとは思ってます。はい、そんな感じです。あとベルトは6点やってます。でシートベルトはねこれ後ろに回してやっとくといいです。サベルトの6点で、カメラもこういう感じです。なんか当て物しないと屋根やられます。俺はもうやられてます。実は微更新の32秒23です。感触的にはね、全然ダメな感じで、1コーナー左曲がってからのその後の振り返しがちょっと雑なのと、あと左上りのコーナーがオーバーステアがもう止まらなくて強オーバーな感じで、ちょっと動画見てもらえれば分かるんですけども、めちゃくちゃドリフトするぐらいかのように振りまくっちゃってるんで、ケツを。でちょっとまあケツ振らないぐらいにまとめてもリアの空転が止まらなくても加速していかないんで、それがねちょっとリアのタイヤの温度なのか減衰がちょっとミスったか、まあ、ここ最近分かってきたのがミニコースとかだとちょっと締める方が反応がキビキビしていいんですけど、筑波とか大きいところは結構緩めて結構荷重がなんかこうまったりしてる方がいいんで、ちょっとね締めたんでちょっと反応リア良くなってくれればもうちょっとグリップしてくれんじゃないかなっていうので、あとは単純にアクセルが速いかもしれないですね。で次の右のロングは我慢対決なんで、そこは早めのアクセルオフからの我慢で、その次の縁石は結構暴れるんで左のフロントだけ乗せるか左のリアも乗せるか迷ってる状況です。で最終コーナーはマジで下手でドアンダーなんで、まだねぶっちゃけ伸びしろしかないんで31秒次ちょっと入れてやりてえなと意気込んでおります。はい、てな感じでちょっと次も頑張れます。微妙に違ったりするんですか？微妙に違いますね、車高が。この前もっと2ミリ上がりましたね、軽量化したんでバッテリーそっちがちょうどいいぐらいになってるかもしれないです。で僕が乗るとさらにちょうどいいかもしれない。じゃあ32秒切ったらとんかつね。ありがとうございます。ホイール大丈夫ですかね、後ろ。なんかつけました。はい。そっちっすね。じゃあ腹下すったかもしれないです。腹下すっちゃったかも。多分大丈夫ですね、じゃあ。またケツ出しちゃった。そうだった。はい。ちょっと今全部片付けも終わって、まず2本目はね、ちょっと攻める気持ちが強い時と弱い時とあって、1コーナーはちょっと攻めすぎてアンダーだったりとか、あとオーバーが出る左の上りはあんまり減衰でもそこまで大きくは変わらなかった、まあ、多少良くなったかなぐらいで、もう自分の手でコントロールした方が治ったので、あそこはもうちょっと多分ボトム落としてイン側もうちょいついた方が早いかもしれない。で次の右のロングは次の縁石を結構4脱するぐらいの勢いで乗った方が結構収まりも良くて早かったんで、次のあそこをもうがっつりカットできる体勢を作る、我慢して走るのがいいっていうのはもう最後の方に気づいたんで。で最終はいつまでたっても迷走状態、うまくベストの時は多分ちょっとうまくいったんで、それがどういう感じだったかをもう一回ロガーとか車載で思い出して再現できれば、多分タラレバでは31間違いなく入ってるんで、まあ、来年は確実に入るだろうと思います。そんな感じで、あとはちょっとはみ出した時にすごいバンって言ったんですけど、サイドシールのところが多分がっつり擦ってたんでホイールいっちゃったかなと思ったけど、まあなんとか無事だったんでよかったです。そんな感じでちょっと花粉で鼻声なんですけど、今回は以上です。はい、あれ暑いっすよね。ショートコース終わってね、レーシングコース来たらね、あれ、見覚えのある、おすげえ、STI の服着てる人たちも、エンジニアもいる。あれ絶対、ニュルの新型の、WRX か、GT300 の BRZ でしょ、あれ。GT300、いますね、BRZ。What?